ほどな。竜葉は丹薬とやらで、高等の民を取り込もうとしていやがったか。さよう。竜葉を討ち、孫作殿が新たな高等の領主となるのは、大義にかなうことかと。上陽にいた貴殿に知らせたのも、炎術様が貴殿を高く評価しているからこそ。うん。力添え、頼もしく思う。よろしく伝えてくれ。はっ。古の降雨になぞらえ、小覇王の異名を取られるのも納得です。うん、任せろ。あと一押しだ。兄上、お待ちを。また勝手に前線に出るおつもりですか？心配すんな。ちょっと覗くだけだ。というものを教えてやる。調子に乗りやがって。やべえって、いいようにやられちまったな。よし、今度は俺が助ける番だな。慢心したか。ありがてえ。さて、お礼参りと行くか。上等じゃねえか。まだまだ。危ねえぞ、下がってろ。
に戻らねば我らの隊は軍令違反となりますぞ。また会おう、昭和王。その勇気があればだが。はっ、言ってくれるじゃねえか。総大将たる者、少しは立場をおわきまえくだされ。蹴りはまだついてねえぞ。